こんにちは。日本一優しい本格パン作りのミカです。2020年3月に日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。今まで1万人の生徒さんにお教えしてきたパンの中から少しずつ皆さんにご紹介していきますね。今日は黒ごまとさつまいものベーグルを作っていきます。黒ごまとさつまいもって定番ですよね。すごくホクホクして美味しいベーグルになっています。楽しみながら一緒に作っていきましょう。では材料の説明していきます。強力粉、私はイーグルを使っています。 250g、 インスタントドライイースト 3g、 塩 5g、 砂糖 13g、 上白糖でもグラニュー糖でもきび糖でもお餅の砂糖でいいですよ。黒ごま 20g、いりごま使ってくださいね。そちらをカードの丸い方を使ってよく混ぜ合わせます。水 160g を加えてよく混ぜ合わせていきましょう。水分少なめなのでお粉が残りがちです。カードの丸い方を使ってね、生地を切るような感じで混ぜていくとお粉混ざりやすいですのでね、ぜひ試してみてくださいね。粉気がなくなったらテーブルに生地を出していきます。ボウルに残ったお粉も材料の一部なのでしっかり出していきましょう。ではこねていきます。手のひらを使って生地を大きく押して伸ばす、押して伸ばすでこねていきます。この時にちょこまかちょこまかね、少ししか伸ばさないと材料混ぜムラになっちゃいますし、生地の一部が柔らかくて一部が硬いという状態になってしまいますので、必ず遠くまで、ね、伸ばしてくださいね。でね、あんまり力入れすぎちゃうと黒ごま潰れてしまって生地が黒くなってしまいます。伸ばすんだけど台に押し付けるような感じではこの生地はやらない方がいいですね。そこだけ気をつけてください。こね上がりの目安なんですけれども、生地が耳たぶぐらいの硬さになれば終了です。最初にね、なので自分の耳たぶの硬さ確認しておいてくださいね。そしたらすぐ分割していきます。1個 110g です。4分割にしていきます。分割が終わりましたら生地を緩く丸めていきます。ボソボソです。生地見てくださいね。ボソボソなの分かりますか？ツルツルの生地にはしないです。ボソボソの状態で終了です。もうね、形気にしなくていいのでね、断面が内側に来るように緩く丸めれば OK です。そしたら乾燥しないようにラップをしてベンチタイム20分取っていきます。ベンチタイムの間にさつまいもの甘露煮を作っていきます。さつまいも 80g から 90g を 1センチ角ぐらいにカットしていきましょう。硬いのでね、気をつけてくださいね。指切らないようにね。皮はそのまま入れてっちゃいます。ザクザクとカットしてください。そんなにね、揃ってなくても私気にしないので、だいたい1センチぐらいで OK です。少しだけお水にさらしてアクを取っていきます。で少し経ったらね、しっかり水切りしてください。でこちら煮ていきます。私ちょっとね、フライパン好きなのでフライパンで煮ちゃうんですけども、そちらにさつまいもを入れて、さつまいもの半分ぐらいの高さまでお水を入れます。そしたら火をかけていきましょう。でさつまいもがちょっと濃い黄色になりましたら、お砂糖を大さじ1入れていきます。少し絡めますね。お水がなくなるまで煮ていきます。私ね、ちょっとね、食感ある方が好きなので、私はあんまり煮崩れさせない程度で終了にしてしまいますが、すごい柔らかいのが好きな人はね、じっくり煮てください。で水分がなくなってきましたら、残ったシロップをしっかり絡めていきます。で水分がなくなりましたら冷ましていきましょう。20分経ちましたので成形をしていきます。台に打ち粉をします。打ち粉は私リスドールを使っていますが、強力粉でいいです。生地の両面に打ち粉をつけて、閉じ目だった方を上にしましたら綿棒で伸ばしていきます。大きさはカードと同じくらいの大きさにしていきます。そしたらそこにさつまいもの甘露煮を乗せていきますが、右側2センチには乗せないようにしましょう。手前からくるくる巻いていきます。なるべく空気が入らないようにきつく巻いていきます。巻き終わりましたら両手で生地を伸ばしていきます。だいたいですね、22センチぐらいになるように伸ばしましょうか。太さ気をつけてくださいね。太さは端から端まで同じ太さです。
両サイド細くなりがちなのでね、注意してください。そうしましたら右側2センチを綿棒で伸ばしていきます。斜め上斜め下っていう形で伸ばしていきましょう。で、ね、今伸ばしたところが生地を包むところになります。はい、裏返しにしてしっかり閉じてあげてください。こんな感じですね。閉じ目を下にしてオーブンシートの上に乗せていきます。同じように残りの3個もやっていきましょう。綿棒で生地を伸ばすときには、ね、厚さを整えてくださいね。ベーグルのレシピって無限にできちゃいますよね。なんかね、いろいろ考えるのがすごく楽しいんですよ。もしこんなベーグルが作ってみたいっていうのリクエストあったらね、ぜひコメントにください。あのレシピ考えてみますのでね。何がいいですかね、今度ね。すんごいね、楽しいんですよ。もうね、バン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 ね、出てくるんですけどね。皆さんが作りたいやつもちょっとたまには作ってみたいなって思います。この後最終発酵していきます。32度で30分発酵させていきます。で、その間にね、お湯を沸かしといてください。あとオーブンを190度で温めておいてください。はい、30分経ちました。生地が一回り大きくなったの分かりますか？これから茹でていきます。私はボウルにお湯を入れちゃっていますが、ボウルをね、直接火にかけるのが嫌な人は深さのあるお鍋を使ってください。フライパンどうですかって言われるんですけど、フライパンね、深さがないのでひっくり返せませんので、お鍋を使っていきましょう。2リットルに対してお砂糖が大さじ3入ります。お湯の温度は90度です。下からポコポコ泡が出てる状態が90度です。ベーグル入れていきます。ひっくり返して入れていきましょう。ちょっとね、今日はさつまいもの分ね、大きいのでいっぱいいっぱいですね。ちょっと無理やり入れちゃいますね。これは丸じゃなくて三角のベーグルがね、茹で上がっちゃいそうですがね。はい、そうしましたらオーブンシート剥がします。もし剥がれにくいようでしたら一度ね、沈めてあげるとオーブンシート剥がれやすいです。1分茹でていきます。ベーグルを入れた後って温度が少し下がってますので、少しの間だけ火を強くしてあげてくださいね。1分経ちましたのでひっくり返します。生地のね、端っこを少し押してあげるとくるっとひっくり返りますのでね、4つともひっくり返してください。そしたらまた1分茹でていきます。1分経ったのでお湯から出していきます。しっかりね、お湯切りしてくださいね。で、先ほどのオーブンシートの上に乗せていきます。はい、これから焼いていきます。190度のオーブンで16分から18分焼いていきましょう。はい、焼き上がりましたので出していきます。どんな感じですかね。いい色に焼けてますね。弾力見てみましょう。すんごいふかふかしてますよね。カットしてみますね。さつまいもどんな風に入ってるでしょうね。ちょっとね、焼きたてなので少し切りにくいです。よいしょ。はい、こんな感じでね、たっぷり入っています。美味しそうですよね。いかがでしたか。今回の材料はこちらになります。もっとパン作りが上手になりたいっていう方向けにオンライン講座をやっています。現在は自家製酵母だけですが、イーストも開始しますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。あと、YouTube ライブをたまに行っていこうと思っています。Instagram の方に日程のお知らせをしますので、ぜひフォローしておいていただけると嬉しいです。もし今回の動画が良かったなって思われた方は、チャンネル登録といいねを押してもらえるととても嬉しいです。ではまた。